というわけであの、えー、トランプさんとバイデンさんの、えーまあ、第回実質的に第2回、えー、最後の討論会を NBC の、えー、YouTube のラブ、えー、中継で見てたんですけども、あのー、今回はあのー、何ですか前回みたいにあのお互いになんかもう途中で、えー、相手の発言に口を挟むみたいなことがなく、えー、最初はねあの質問が6個確かあってその質問に対する答えをしてる間は2分間答えしてる間は。 相手のマイクは切るっていうそういう、まあ、措置も構想してあのまあ何て言うんですか楽器崩壊しないで、えー、ちゃんと討論ができてたと思うんですけどもで具体的な内容というよりもその全体のトーンのトーンなんですけれどもなんとなくですよあの各種世論調査だとかあとその、えー、資金集めとかそういう指標を見るとどうもバイデンさんが勝ちそうだと。 とですね。うん、拗ねてるっていうか嫉妬深くなってる感じで始まったんですよだからどっちかというと自分がこういうすごい。いいアイデアあるとか、えっ、ー、とこういうことやりたいんだっていうこと。主張積極的に主張するよりはどっちかというと、バイデンさんに対してなんか資金たくさん集まってるみたいだな。でもなんかそんなにお金集めるとなんか？ そういうい人たちの言うこと聞かなくちゃいけないんじゃないかみたいなところから始まってなんかバイデンさんの成功をちょっとネタんでそれに対して文句を言うみたいなところから始まってだんだんそれからトランプさんの,その調子が出ていったと思うんですけどでも強く感じたのはやっぱりトランプさんがなんか前回だとね例えばあの壁を作るとかねメキシコの国境にとかいろいろあったと思うんですけど今回はちょっとそういう強くプッシュしたい政策っていうのがないのかなと思ってでむしろバイデンさんのほうがちょっと横綱相撲っていうかまあ今。 リードしててるっことあっあたんですよねあとすごい印象的だったのがバイデンさんがずっとトランプさんのことをヒ「ヒ」って言っててそのミスター・プレデントとかなんかそういうこと言わなくてこれはだからえとおそらくえと参謀たちの戦略でもあるかもしれないけど「ヒってなんかリファーすることでも英語的には全然問題ないんですけどトランプさんがあのポンパスなねポンパスというかえそれこそアプレンティスから「You're Fire」とから始まったそのパーソナルキャラクターっていうかその社会的なその。 えー、位置づけを剥ぎ落とされているみたいなその真っ裸なトランプさんがそこにいてでそうやって見るとなんかそんなにパワフルでもないのかなとか思えてくるような効果が僕にはあったと思うんですけどい一方バイデンさんですねバイデンさんあのなんかおじいちゃんっぽいっていうかちょっと弱々しいみたいなイメージがあったんですけど今日見てるとですね意外とあのトランプさんがあの喋ってる間に、ね「へへへ」って笑ったりとかあのな,なんていうのかな意外と。 ちょっとなんて言の何て言うんてううだろうな、うん、あ元気そうだなと思って <laughs> このなんかだからちょっと意地悪っぽく笑うところとかにバイデンさんのただいい人というのではない、えーまあ、キャラクターが出ていてその辺りがあのビューアーにねどういう影響あの印象を与えたのかなと思うんですけど、まあ、ただあのやっぱり。 討論の勝敗ってことをねよくあのアメリカのメディアとか話題にするんですけどまあどっちが勝ったとも言えない感じがするんですけどただんとなくやっぱりその、うん、例えば、うん、そうですねバイデンさんの、えー、とエネルギー政策についてもあのバイデンさんが、まあ、トランプさんはまあ石油業界と。 ね、極めて関係が深いわけですけどバイデンさんがその積極外ってのは長期的に見るとやっぱりそういう汚染物質とか出すからって言った時にトランプさんが「今の聞いたからジョーはこんなように考えてんだ」ってなんかその業界関係者その利害関係者に言ったりとかどっちかっていったらバイデンさんがリードしていてトランプさんがなんかなんとかなん,となんとか足を引っ張ろうとしてるっていう感じがちょっとありましたね。 で一つ僕は一番印象に残ったセクションの一つがあの北朝鮮問題であの、まあ、確かにトランプさんが言うように北朝鮮問題ってあのトランプさんが政権を取る直前はすごく最悪の状況でであのオバマさんもバイデンさんもキム・ジョンウンさんにあ会えてなかったわけですけど、まあ、トランプさんがその政権の実績としてあの関係を有効にしたんだ有効的にしたんだっていうそこを強調してたのが印象的だったんですけど一方でその、まあ、バイデンさんが反応しててその「いやでも。 北朝鮮の核ミサイル開発は止まってなないいじゃないかって言ってまあそれは確かに大きな懸念材料でただこの北朝鮮問題ってあのどんな戦略とってもえ融和的な戦略とっても敵対的な戦略をとっても極めて難しい状況ではあると思うんでまあそこのディベートが一番僕的にはあの聞き応えがあったかなとまああとオバマケアを発展させてバイデンケアにするっていってるそこら辺の社会保障政策の 価値観のの差っていうのもどこあやっぱりトランプさんちょっとな,なんていうのかな負け犬の遠吠えとは言わないんだけど負け犬の負け犬の上げ足取りみたいな、えー、雰囲気が出てたのが今回の討論会の一番の印象でだけど、まあ、全体としては引き分けみたいな感じでしたかね。さあ 選挙もあと少しですけどどうなるんでしょうか